死役権は人間のために利用される犬である。死役動物の一種、特定用途のために訓練、開発されることもある。しばしば働く犬、職業権と呼ばれることもある。現在、犬の多くはペットとして利用されているが、特定の用途のために訓練されている犬もいる。探知犬とは犬の嗅覚を利用し、特定の探知に刺激される犬の総称。 麻薬探知犬とは犬の優れた嗅覚を利用して麻薬を探知する訓練が行われた犬である。日本では税関が用いている。国内への麻薬持ち込み阻止を目的としており、1979年により導入された。麻薬探知犬は主にアクティブドッグとパッシブドッグの2種類がある。アクティブドッグは手荷物や国際郵便などから麻薬の匂いを探し出し、吠いたり、 引っかいたりして知らせる。重機探知犬とは、嗅覚で重機の発見する能力を身につけた、死液犬である。日本では、税関がも、2009年4月より、重機の密輸を水際で食い止めるため、オーストラリアで特別に訓練された、重機探知犬が、成田空港で利用されるようになった。社内捜査に入る、爆発物探知犬カナダアメリカ合衆国国境での、 探知犬爆発物探知犬とは、嗅覚で爆発物を探知する訓練が行われた犬である。爆発物探知のみがその役割であることは少なく、大抵は警察犬や麻薬探知犬を爆発物マーカーを嗅ぎ分けて発見するように訓練した犬である。火薬そのものは、法規制が厳しく犬の訓練に使うことが難しいが、爆発物マーカーそのものは、 第一種指定物質であることを除けば、入手や取り扱いが比較的容易であるため民間でも訓練を行うことができる。民間警備会社での導入配備も期待されており、実際に欧米では民間の爆発物探知犬も数多く活躍している。爆発物探知機と同様の誤認問題はあるものの、移動の利便性や匂いを追跡して、 場所を特定する能力に関しては爆発物探知機を上回る利便性がある。実務に耐えられないもしくは定年を迎えた、死役犬はその項に報いて引退生活を歩むことになる。長い時を共に市場を感じる関係者や引退権飼育ボランティアに引き取られ、ペットとして引き取られた先の家族として生きていく犬もいる。 もしくは訓練所の引退施設で、のんびりと引退生活を送る犬もいる。盲導犬の里藤ハーネスによれば、本施設に引退犬専用棟があるという。日本では、厳しい試験、訓練、実務に耐えてくれた、私役犬を弔うため、各管理者が、慰霊碑を設け、関係者により、慰霊祭が行われている。国際地区犬連盟で死役犬グループに、登録されている、犬種一覧。 両犬以外の私益犬として誕生した犬種であり、番犬、作業犬のほか、党権も含まれる。権益探知犬について動物権益書、読売新聞、2012年4月25日掲載。新宿を行く、謎のビーグル犬集団の正体は ?P1、日経ウーマンオンライン、働くワンコ大集合。新宿を行く、謎のビーグル犬集団の正体は P2、日経ウーワンオンライン、働くワンコ大集合。税関、麻薬券、重機探知券、成田空港に、導入1500万円かけ海外で要請。共同通信。2012年9月17日閲覧。僕らも体が資本です。成田の麻薬探知券が、検診産経新聞ネット版2009.4-24、盲導犬の里藤ハーネス。 ありがとうございます。